レバノン国民が癌になると、まあちょっと物騒なお話を。政治腐敗でハイパーインフレ、その一言ではないレバノンの経済危機。レバノンという国は立ち直ることは不可能であろうと。有毒燃料を燃やすことを決定したと。重発癌性金属が含まれていると発表していると。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まず最初にセミナーのご案内です。大阪で講演会開催します。2022年9月18日日曜日、14時からスタートです。1から紐解く中東情勢、中東分析に基づく大阪の可能性ということで、越境 3.0 チャンネルの内容をさらに詳しく分かりやすく、中東情勢に関してお話をお届けしたいと思います。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。こちら席数わずかとなってまいりました。ぜひお早めにお申し込みください。大阪関西近辺の皆様お待ちしております。交流会でも盛り上がりましょう。そして世界のお話でも盛り上がりましょう。ということで本日のテーマはレバノン国民が癌になるというような、まあちょっと物騒なお話をお届けしたいと思うんですけれども、レバノンの経済危機に関するお話、越境 3.0 チャンネルでもたくさん動画を流してきました。こちら再生リスト、レバノン経済危機の方から過去の動画もぜひご覧いただきたいと思うんですが、レバノン今どんな状況になっているかというと、まあ過去の動画でもいろいろ説明してきましたけど、まあ電気がない、水がない、食料がない、医療崩壊に、教育崩壊に、でそしてまあレバノンの富裕層とか公務員たち、政治家たち、みんなレバノン国外に逃げ出してしまって、いろんなところがもう全て職務放棄をされていて、でその状況で何が起きてるかって言ったら、もう病院稼働しないわ、学校が稼働しないわ、でそして刑務所から脱獄囚がどんどん溢れ返るわで、もうまさにリアル北斗の拳というような、まあ、そういう状況になってるわけなんですよ。でこのレバノンの経済危機というのは、レバノンポンドの急下落、もう要は通貨安というのがまあ主な原因ではあるんですけども、それまでに30年間積み重ねてきた政治腐敗で、そしてまあエネルギーとか食料とかそういったものはまあ輸入に依存しているので、エネルギー不足、食料不足で、ハイパーインフレ、通貨安で、そして政治腐敗という、これね、まさに日本も実は人事ではないなという、そういった側面も少しあるんですよ。エネルギーだか食料だかで、インフレ、通貨安で、政治腐敗、まあこういったことはね、まあ多かれ少なかれ日本も関係してくるんではないかなと思います。でその人事ではないレバノンの経済危機、まあそれら全ての要因がもう一気に爆発して、かなりこの悲惨な状態になっている。まあ国連が発表しているのが、まあ前例のない経済危機というようなことで発表されているわけで、でその中でね、普通はまあいろんな国の支援とか国際社会の支援が入るわけですよ。でも支援が入らない国、それがレバノン。まあ、なぜならばヒズボラという、まあ、テロリストがこの国の国会の128議席のまあ半分近くを占めているということで、ヒズボラの影響っていうのは非常に大きい大きいんですね。ヒズボラがまあテロ組織認定されているので、まあ、周辺国の、まあ、特にアラブ諸国からは支援が入らない。でもちろんヨーロッパからも日本からも支援を入れにくいということで、まあ、結局そのヒズボラというイスラム教シーア派民兵組織を支援しているのはシリアとイランなんですね。でシリアとイランからまあ現金とか武器とかの支援はあるけれども、であとまあイラクから石油のまあ支援というか、この物々交換でイラクから時々石油をもらっているという状態なんですよね。まあ、そういうことを考えると、まあ、ほぼほぼ支援が入っていないという状況で、今後も支援が入りにくい。でそして国連の発表によると、もうこの経済危機というのはもうどんどんひどくなっていて、レバノンという国は立ち直ることは不可能であろうと。よっぽど何かの革命とかそういうのが起きない限り、もうこの国の復活っていうのは難しくて、世界のいろんな国々が発表しているのは、レバノンを助けたいけれども、レバノンの政府が変わらない限り、根本的に変わらない限り、この国に支援を入れることはできないと。まあ、なぜならば今レバノンに支援してもそれは国民に行き渡らないからなんですね。まあ、腐敗した政治のその上の方、例えばヒズボラとかそういうところに資金が回るだけであって、結局レバノンの国への支援をしても国民に支援が行き渡らないということで、まあ、多くの国がこのレバノンという国への国際支援を拒否しているという、まあ、そういう状況なんですよね。でその中でまあ一番の被害に遭っているのがレバノンの一般の国民であって、その食料がない、水がない、電気がないというまさに生き地獄の中で生活しているわけですけれども、その生き地獄がさらにエスカレートしてきているという、もう今日はそんなお話をお届けしたいと思います。まずはこちらのニュース、健康被害、レバノンは完全な停電を避けるため有毒燃料を燃やしていると。こちらザ・ナショナルの9月12日のニュース記事です。先ほどお話したように石油が枯渇してるんですよ。 もちろん天然ガスもないし、でなので発電所が動かせないということで、2ヶ月前からレバノンの発電所がもう完全にストップしてるんですね。
で時々まあ燃料を燃やして1日2時間3時間電力を供給するというようなことがこれまで行われてきたんですけれども、まあ、それはその燃料というのは先ほどお話したそのイラクとレバノンの物々交換によって時々石油を調達することができていると。でそれを燃やすことによってまあ電力を1日数時間供給することをしてきたんだけれども、もういよいよその石油も枯渇してしまっていると。でさらにレバノンの中央銀行もう資金が不足しているので、結局燃料を買うことはもちろんできないわけですね。何もかもが輸入することができないという状況に陥っているので、今回問題になったのがレバノンの発電所で有毒燃料を燃やすことを決定したと。でこの有毒燃料というのは専門家の指摘によるとガンを引き起こす可能性が極めて高くなるという、まあ、そういう汚染された煙を放出するというそういった燃料なんですね。でこれは今週レバノンのズーク発電所から濃い黒煙がたくさん立ち上がって、レバノンの国民の間で非常にこの強い懸念が高まってきたと。でこの煙というのは専門家がこのレバノン当局が発電所に電力供給するために使用している有毒燃料をもう燃やしていて健康と環境に非常に危険であるということを警告したため、一般のレバノンの国民がこれ非常に懸念して危機にさらされていると。レバノン政府のエネルギー省はこの煙が地元の住民たちにもたらす危険性がどの程度の危険性があるのかということについてはコメントをしていませんと。ベイルートアメリカン大学の科学教授によると、この黒煙は人体に強い危険をもたらす重発ガン性金属が含まれていると発表していると。でレバノン中央銀行の外貨準備高が ものすごいこの枯渇している中で、資金不足のレバノンというのは発電所の燃料輸入を確保するのにもう非常に苦戦しているわけですよね。前例のない経済危機の中で、まあ、レバノンは深刻な電力不足に直面していて、レバノンの国営電力企業は1日に現在数時間の電力しか供給できていないと。この直近の1年間というのはレバノンは物々交換協定の下でね、まあ、隣国のイラクとまあいろんなものを交換してきて、そういったものに依存してきたんですよ。しかし最近はそのイラクからレバノンへのこの石油の出荷っていうのが止まっていて、もうこれはレバノン政府としてはもう崖っぷちに立たされていると、もう本当にもう1日数時間の電力も供給することができない状態になってしまったということで、レバノンのエネルギー大臣は先週金曜日、古い工場に何ヶ月間も貯蔵されていた4万トンの有毒燃料を燃やすことを決定したと。でその4万トンの有毒燃料、具体的に何という名前の燃料なのかはちょっと記載されてないんですけれども、その燃料の量というのはベイルート港、あと空港で給水所、水を送る給水所とかそういった重要な設備に1ヶ月間1日数時間の電力を供給する量に当たると。でレバノンのベイルート市内は黒いスモッグで一気に覆われてもう真っ黒な空になってしまったと。この黒煙によるその環境への被害や、あと近隣住民の健康被害について、レバノンのエネルギー省とあとレバノン国営電力はこれは申し訳ないと述べていると。しかしこの動きは完全なレバノンの闇を避けるための例外的な決定であると発表されているというようなことなんですね。まあ、レバノンのこの経済危機はね、ますますどんどんひどくなるわけですよ。で、このひどくなってって、それが復活する気配はもちろんないし、レバノンが復活することは、これは到底難しいんではないかと、多くの方の予測がそのような予測出てるんですよね。結局国際社会の中で生き残るために、ヒズボラの力、ヒズボラの影響力というのが、このレバノンから引いていかない限り、このレバノンというのはもう国際支援は全く入らないという。結局そのモザイク国家と言われたいろんな宗教宗派のそのいろんな派閥がまあ議席を持っていて、一見民主主義の最先端かと思われたようなこの国が全ての宗教コミュニティに議席を与えることで、それらのコミュニティが自分たちの利益しか追求しないようになっているというような、そのような構造がずっと30年間続いてきて今のレバノンに至るということなんですよ。レバノンという国はこう言っちゃあれですけど、もうイスラエルとかに管理してもらった方がいいんじゃないかなというような状態まで来てるんですよね。もう国家としてここはもう成り立たない、国家崩壊のもうさらにその先を行っていて、600万人の国民がもう地獄の一丁目を味わっているという、
まあ、そのような状況まで来ているわけですよ。史上最悪の経済危機と言われているこのレバノンは、アフリカの貧しい国なんかよりもよっぽどひどい状況。この国を立て直すには、まあ、どこかの国のメスが入らないと、なかなかこれは復活はできないんじゃないかなと。そのような最悪の最悪の最悪の状態まで来てるわけですよね。まあ、30年間の政治腐敗に加えて、そして新型コロナとウクライナ戦争と、まあ、いろんなものが重なった、まあ、それの結果ではあるんですけれども、この経済危機というのが、シーア民兵の活動というのをもうより活発化させて、この周辺諸国の、まあ、戦争の火種ともなっているわけですよ。まあ、実際、まあ、イスラエル、レバノン沖の、まあ、天然ガス田に関して、ヒズボラが攻撃を仕掛けてくると、そういった状況も起きていますし、不安定要素がさらにこの大きくなってくるという、まあ、レバノンからの難民も周辺国に流れ出ていきますし、まあ、かなりいろいろ問題を抱えているレバノンの経済危機。このレバノンの経済危機に関して皆さんどんな感想をお持ちでしょうか？日本との関係とか、日本が今後どうなるのかとか、まあ、そういったことも考えつつ、このレバノンの経済危機に関して皆さんのコメント、ご意見なんかもいただきたいと思います。コメント欄の方にいろいろとコメントを残してください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go! つながりたいあなた待ってます。